カイブ0028坂倉建築研究所サイドチェア。私がこの椅子を手に入れたのはまだ僕がローレーダーというお店をやる前でした。その頃リサイクル屋を回ってまして、柳先生のバタフライスツールの古いものを探していました。そんな時、埼玉のリサイクル屋で屋根裏部屋でしょうか、そこでこの椅子を偶然見つけました。当時まだ坂倉先生のものとは知らず、裏を見ると古い天道木工の金属のプレートが貼られていました。それを見て、お、これはと思って購入したのが最初の一脚です。実はその時1000円で購入しました。その後この椅子は私何度か手に入れることになるんですけれども、その後面白いヒストリーがいろいろありまして、そちらは今日これからアップする YouTube のロングバージョンをご覧ください。よろしくお願いします。